イクシーオーンとネペレーを描いたピーテル・パウル・ルーベンスの1615年頃の絵画、誘惑したユノに騙される、ラピテス族の王イクシオン。ルーブル美術館所蔵。ネペレーは、ギリシア神話に登場する雲のニュムペーあるいは、女神である。長母音を省略してネペレとも表記される。イクシーオーンを罰する計略のため、ゼウスがヘーラーに似せてかたどった雲から生まれた。 イクシオーンとの間に、ケンタウロス族を、オルコメノスの王アタマースとの間に、プリクソス、ヘレーを生んだ。ゼウスは、血縁者を殺したイクシオーンの罪を浄化し、不死にしてやっただけでなく、神々の縁の席に招いた。ところが、イクシオーンはその恩を忘れ、ゼウスの日であるヘーラーに横連ぼし、ヘーラーをくどいた。イクシオーンの行為に悩んだヘーラーがゼウスに、 打ち明けると、ゼウスは、雲からネペレーを作り出し、イクシーオーンの神女に連れて行った。するとイクシーオーンはヘーラーが、自分の思いに応えたと勘違いし、ネペレーと交わった。イクシーオーンの思い上がった行為を見たゼウスは、イクシーオーンを四本屋の車輪に縛り付け、永遠に回転するという罰を与えた。この交わりによってネペレーは、ケンタウロス族を生んだとされる。そこで、 ケンタウロス族のエウルティオオオミアネッソスは、ネペレーとイクシオーンの子供と言われることがある。ピンダロスの遺説によるとネペレーは一人の子供を産み、子供にケンタウロスと名付けた。彼がマグネシア地方のペイリオンさんでヒン馬と交わった。結果、上半身は人間の身体、下半身は馬の体を持つケンタウロス族が生まれた。さらにシケリアのディオドロスによると、ネペレが産んだのは、 人間の性質を備えたケンタウロ遺族であり、彼らはペイリオンさんでニュムペイたちによって育てられた後、ヒン馬と交わって馬と人間の性質を合わせ持つヒッポケンタウロ遺族を設けたという。一説によると、ネペレーを作り出したのはヘーラー自身である。さらにオウィディウスがケンタウロス族のモニコスに語らせた説によれば、ケンタウロス族の母はヘーラー自身である。その後、 テスタリア地方の王、アイオロスの息子で、オルコメノスの王アタマースと結婚し、彼との間に息子プリクソスと、娘エレイを生んだ。後に、ネペレイは、アタマースの5歳以能の陰謀で殺されそうになった、プリクソスを、ヘレイと共に連れ去り、ヘルメースから授かった空を飛ぶ金毛羊を与え、この羊の背に乗せて、オルコメノスから異国に逃亡させた。しかし途中で、 ヘレーは海に落ち、ヘレースポントスの地名の由来となった。プリクソスは無事にコルキスに到着し、金毛羊をゼウスに捧げた。あるいは、プリクソスとヘレーはディオニューソスによって狂気にかけられ、森の中をさまよっていたところを、ネペレーから金毛羊を授けられた。この金毛羊は、お羊座の由来ともなっており、さらにこの物語は、後のイアーソーンと、 アルゴナウタイの冒険につながっている。三大悲劇詩人の一人ソポクレースは現存しない悲劇、アタマースにおいてネペレーを女神として描いている。ネペレーはアタマースとの間にプリクソスとヘレーを生んだがアタマースは女神の妻を捨てて人間の女いい脳と結婚した。ネペレーは怒って天に昇り、オルコメノスを干ばつで苦しめた。 イーノーの陰謀によって、ネペレーの子供たちは干ばつを鎮めるための生贄家にされ、そうになったが、子供たちは人号を放す不思議な羊の予言によって、危険を逃れた。またネペレーは、アタマーズに罪を償わせようとしたが、ゼウスの祭壇で殺されそうになったアタマーズを、ヘイラクレースが助けた。アポロドーロスは、イーノーがネペレーの子供たちを殺そうとしたことについて、述べた直後に、 ヘイラーが、アタマースとイーノーにこり、狂気を送って狂わせたことに言及している。一般的に、ヘイラーの怒りは彼らがディオニューソスを養育したことに、起因すると考えられているが、当該箇所においては、デニューソスが原因であるとは語られていない。民族精神医学を創始したジョルジュ・ドゥブルーは、この点に注目し、ヘイラーの怒りは、イーノーとアタマースがディオニューソスを養育したことではなく、 ネペレーの子供たちを殺そうとしたことに起因していると考え、アタマースの物語におけるネペレーとヘイラーとの間に緊密な関係があることを指摘している。ドゥブルーによればネペレーはヘイラーの分身とも言うべき存在であり、ヘイラーはネペレーに加えられた屈辱に対してネペレー同様に怒りを感じている。イギリスの詩人ロバート・グレイブスによれば、繊細、ネペレーとゴサイノの争いは、 侵入者である牧畜民のアイオリス人と穀物の女神イー,ローの信仰を授与していた先住民のイオニア人との信仰上の対立を象徴したものである。ありがとうございます。